こんにちは。夏休み科学 VTuber 相談室ということで、私、生命科学系 VTuber 高藤雷が、今回は珍しい質問が来ていまして、棋士とかその辺にも関わる質問なので、今回はこのウンヘルスさんという方にお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。学問系 VTuber のウンフェルスと、まあ、主に専攻は歴史学を扱っていますが、まあ、他にもまあ宗教学とか文系科目でしたら自由無尽にやっていますので、まあ、何かあればぜひよろしくお願いいたします。おー、非常に心強いですね。では早速質問の方に入りたいと思います。今回特に夏休みというところで質問が来ておりまして、夏休みって何ですかっていう、そもそものところを聞きたいという質問ですね。こちらにお答えいただこうと思います。ウンヘルスさん、よろしくお願いします。はい、まずこれに関してこの文章だけ見ると、そう、結構短いのでなんか哲学的に解いてもいいんですが、まあそこは置いておきましょう。点的にいきますね。まず夏休みとは何ぞやという話ですと、夏休みとは、まあ、大人たちが子供に暑い夏を休ませようとして始まった長いお休みであるというのが、まあ、あんな説明になるかと思います。その内容はもちろん、まあ、どこで始まったかって話も説明が必要かと思うんですが、これが、まあ、意外と古くて、1881年、和暦の方ですと、明治の14年に、当時の文部省で教育とかを管轄している、まあ、例の部署ですが、まあ、要するに行政が、まあ、都道府県にお願いするという形で始まったのがきっかけです。ただ始まった部分が結構そのはっきりしたことは決まっていないようで、いろいろ理由は考えられます。二つぐらい理由が考えられまして、まあ一つがこの文化を輸入したアメリカの方の学校では夏が休みだったから。ではもう一つ考えられる理由が、まあ日本の夏があったので、まあ外国の文化を導入というのがその戦果と考えております。そして質問者さんは、まあもちろん夏休みって何ですかっていう質問で聞いてはいるわけですが、まあもちろんこれは子供相談を一応想定していますので、まあ学生さんだと想定してお答えしましょう。そう、夏休みで学生となると宿題というのは、でも切り離せません。そして結構重要なのが、その日本が輸入したその夏休みの文化の大元、アメリカの方ではどうやら宿題がなかったようなので、まあ、少なくとも最近まではそうそう結構なかったようでして、まあなので逆にアメリカ側では夏休みの問題というのがまあ話題になっていました、というのも、夏休みっていうのは文字通り本来はお休みですのでお勉強していません。なので、そう、夏休みが経た時にやっぱり子供の学力が落ちているというふうなことがあちらの学校ではちょっと問題になっていました。この部分参考にしてかはわからないんですが、まあ日本ではかなり早い時期から夏休み、そして夏休みの宿題というものが導入されたというわけですね。最初はまあ言ってしまえば頭の体操というか、まあ学力が落ちない程度のものというのが最初の宿題でしたので、先ほどお伝えしました通り、夏休みというものは明治の頃から始まったんですが、まあ当時の宿題っていうのは何というか内容を見てもなんか結構楽しそうな内容でして、例えば、当時の小学校で出た問題が、あなたが面白いと考えた問題とその答えを書きなさいというふうな問題が出たり、まあ、あるいは夏休みの間に、まあ、した花や鳥の名前を、知った限り書きなさいというふうな楽しげな宿題が結構出ていたんですね。まあ今のなんか朝顔の観察日記とかに通じるところがありますかね。ただまあそういうふうに最初は子供の学力を低下させないぐらいのストレッチぐらいの勢いで始めたものがフルマラソンみたいな量がなっちゃってるってところはあると思いますので、まあこの辺は今逆に見直しが行われているというお話も聞いています。ただここでそう、子供の夏休みに触れたんだとすれば、大人の夏休みにも触れなければいけませんが、はい、重要なところとして先生は休みではありません。はい、宿題を作ったり、宿題の、まあ、採点はまだしない。夏が過ぎたら秋の学期の、まあ、当然テストとかも作らなければいけませんし、授業の資料も作ったり、まあ、あるいは講習会に参加されるというふうな先生の方も多いそうです。まあ、なので、ここに行って、夏休みが明けた時に暗かったって気持ちはよくわかるんですが、まあ、先生はすごく多分大変だったと思うので、そこはいたわってあげてくださいということでよろしくお願いします。ありがとうございます。アメリカの制度を利用して日本の夏休みができたというところで、非常に歴史的にも興味深いなっていうことで聞かせていただきました。質問になるんですけども、アメリカの夏休みっていうのはどういう理由で始まったんでしょうか。はい、その部分なんですが、聞いてみたら結構びっくりしまして、はい、そのアメリカでは正式に夏休みが作られる前から、はい、ついだとみんな郊外に人が住んでしまって、学校が自主的に休校になるということが非常に多かった、そうなんですね。ああ、なるほど。まあ、なのでそれだったらもう、まあ、どうせみんな田舎に帰っちゃうし、まあ、それだったらもう正式に休みにしちゃった方がみんな休めるし公平でしょうということで、その場合では夏休みという文化が定着していたようですね。なるほど、ありがとうございます。今回は、ね、アメリカから輸入された文化、まあ、日本にどういう経緯で導入されたのかっていうところを興味深く歴史の観点からウンヘルスさんに伺いました。今回の夏休み科学 VTuber 相談室、夏休みって何ですかっていうところを答えていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまで動画を見ていただきありがとうございました。
よかったら動画へのコメント、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。